ちょうど塾から帰ってきたところだった。嬉しい。塾お疲れ。ノイミンさんのライブから帰宅中な。ノイミンさん、私も見ました。見に行かさせていただきました。昨日もイコラブさんも見に行かさせていただき、バイト終わりで見てる。バイトお疲れ、お疲れ様。いや、2日連続見れたことが本当に嬉しくて、勉強にたくさん勉強させていただきましたね。チャオ。このさ、見れてるのめちゃ羨ましい。羨ましいでしょ。ひな祭りポーズ何？ひな祭りポーズどんなポーズ？ひな祭りポーズ。のどが結婚してありがとう。もう大久保ありがとう。ひな祭りポーズ。お、紅茶レモン。ありがとう。みんな何してた？タップありがとう。 I love you I love you。 発熱で、のゆみさん行けなかった。あら、めっちゃ悲しい。レグルさんありがとう。いや本当にやっぱもうね、オープニングでも今日のいみさんは本当にかっこよくて、オープニングから天使はどこへ、やばすぎた。もう大好きな曲だから。ナミありがとう。くまちゃん I love you。 こんばんにゃほん、こんばんにゃほん。そう、野中さんの歌い出しやばかった、本当に。おばあちゃんが流れて、こう普通にステージ、メインステージの方を向いてて、メインステージからこうのゆみさん全員出てきて始まるかなと思ったけど、あれいないってなって、あれはなんだろう、センターステージにファンと光が現れる。七日さん具体でして、あ、こういう感じかと思って、かっこいい。かっこいいだけじゃなくて、かわいい、かわいい系もたくさんあって、本当にもう盛りだくさんで楽しかった、見てて。こんばんは、こんばんは。やっぱライブやりたくなるよね、見るとすごいたくさん刺激をもらった。
あ、ありがとう、くまちゃん。くま。Thanks。ライブいいよね、なんかファンの方がたくさん、お客さんが声出ししてるのもすごい良かった。一体感がねあるよね。早く次のライブ言ってほしいです。で次台湾だっけ、肉フェスだっけ、次は。そうですよ、ガルガル？もうそうだもんね、3月だもんね。3月早いな。まあ、オンラインお話し会があって、そうだガルガルだ、東京ガールズガールズ、東京ガールズガールズ、なんでガールズ2回言うんだろうね、可愛いよね。東京ガールズガールズ14日だよ、楽しみだね。 TGG、 いや台湾久々だな。そうじゃない、台湾久々だよね、楽しみ。楽しみだよ。なるほど、なるほど。ホワイトデーの日、やばい、ホワイトデーだって。そっか、14日ってホワイトデーなんだ。やばい、ホワイトデーちょっとチョコ作ろっかな、メンバーに。あげなきゃ。14日でしょ？でもさ、14日、14日で、14日は台湾の日だもんね。台湾の日なんかその前にあげようかな。ちょっと台湾の日にねあげるのってさ、ちょっとさ台湾にも集中したいし。いや14日でもいいか、頑張ろう。何作ろうかな。ハチビーありがとう、虹絶対みんな喜ぶ。あと11日あるから何でもできるな。煽るな。台湾でおばあちゃん聞きたい。いいね、おばあちゃん卒業式髪真似して見たよ、可愛かった、めっちゃ可愛かったよ、ありがとう真似してくれて。ガルガル食べ物持ち込み OK。 あ、ダメ。まあその後でもね、逆にみんなはバレンタイン、あ、ホワイトデーお返しするよって方多いんじゃない？あ、買うんじゃなくて作るの、買うのもありだね。でも本当ね、やばい、女子力なさすぎてやばいんですよ。
なんかだんだんね、やばい、女子力なくなってきてる、年々。もうどうしちゃったんだろうね。もらってないので返せない。あ、聞いちゃダメだったね。おかんにお返せんと、おかん。おかんにお返せんと。まあ、バレンタインね、そのあのあれだよ、でもバレンタインってさ、あれだよ、全然逆チョコっていうのあるじゃん、ね、自分からあげるっていうパターンも全然ありだからさ、待ってちゃダメだね。作れないんでゴディバでも買います。いいやん。お返しを選ぶ時間も楽しいって思えば、あ、それめっちゃ女子かわいい。チョコ、14日終わりともうすぐだね。チョコ買って溶かして固める、そしたらあの作ったことになる。もらってないけど本命あたりに返していい。いいよ、返して、お返し。もらってないのにお返し、それもありじゃない。誰、バレンタインデーとかホワイトデーって考えたのすごすぎる。チョコレートメランコリー、今日のチョコレートメランコリーかっこよすぎた。あの結構ね、オープニングからチョコメラが来てうわーっとなった。もう大好きなので。カルン、ありがとう。 I love you。 ありがとう。先輩のライブ見るときでペンライト振るの、たまに振ったりします。MV の世界観も好き、わかる。ちょっとチョコメラとか、ああいうちょっとなんかハロウィン感、ハロウィン系、ダーク系な、好きですね。曲が大好き。こんばんは。したことない君のため。いや、そう、舞子さんの表情使いやばい、やばかった。あ、てか皆さんやばかった、表情いいよね。ダンスもさ、めっちゃさかっこいいし、キレッキレで。祝祭もいいよね、わかる。もうピオニーズとかほんと大好き。今日ね、ピオニーズ発狂した。
コンサートのあいみんの写真2000枚ぐらいある。え、それカメコ？クマプありがとう、ありがとう。2000枚、やばい、2000、びっくり。レノンちゃんとあゆみさんでピオニーズ、あせき星ありがとう、キラキラ、ちひろありがとう、くまちゃん、8000枚ぐらい。おー、上には、上がすごい、たくさん撮ってくれてありがとう。ピオニーズの世界観本当に大好き、あの2人だけの世界っていう感じなのがすごく好きで、こう外に出ずお城の中に閉じ込められた、なんか運命の2人みたいな感じの、そうがもう本当に大好きで、禁じられた二人的な、確かにそういう感じの、なんかお互いこうすごくこうすごい絆でクッとなってる感じのあれが好きだな。ピオニーズ、そっか、レノンとやってほしいって嬉しいな、コメントたくさんって。でもなんかさ、愛ちゃんと優香ともしてほしいな、なんか「わっボンボン」いいよね。メンバーなら誰と閉じ込められたい？アリスちゃん、アリス、アリスね、ずっとね、なんかね、あの、そう、そばによくいてくれる、なんかすごいあゆみね、近寄ってきてくれるのがめっちゃ可愛い、いつもトコ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 って。DJ アリスちゃんです。そう、かわいい。トコ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 って言ってくる子かわいいよね。より結婚してありがとう、絶対結婚しような。ありがとう。お、味付けのリヒトありがとう。アリス聞いて、なんかそういうコンサートの、先輩のコンサートの見学の時とかもアリスはあのトコトコって寄ってきて、トコトコ寄ってきて、なんか隣で見ようよってこう言ってくれるのがかわいい。マリさんね、意外とね、あの、大人なんですよね。
ペースで行けばいい、前だけ向いて歩こう。魔法陣守ってあげるね。トシありがとう。クマちゃん、キューピッドクマちゃんありがとう。あゆみ、おばあちゃんの三角定規かっこつけ再現、あーあれね、あのおばあちゃんの2周年コンサートのおばあちゃんの見た、あれ一人一人あのすごいなんかね小道具みたいなね持って踊り狂うやつか。うん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 、おお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 レグルス、I love you! ありがとう。 I love you! あれさ、みんなさ、うりゃおいって言ってる？うりゃおい、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 しゃー、いくぞ。う、う、はい、う、はいって感じ。うりゃ担当した。うりゃたん、やばい。おばあちゃん本当にいいよね。あ、そう、え、よく気づいたね。夜公演でそう、葵がおばあちゃんに加わってるのがよかった。そう、昼公演の2周年コンサートの昼公演のあのおばあちゃんのその学校教室、学校の教室ですごい踊り狂ってるやつに、昼公演のねその映像にはね葵はね映ってなかったんだけど、夜公演のおばあちゃんのその映像には映ってたんですよ。そう、やっぱさ昼公演でこう葵がニエリーイコールジュの最初の効果斉唱って言ってみんなで歌う途中から出てくるそのサプライズ演出で、昼公演でやっとこうあの、あ、帰ってきた、帰ってきてくれたっていうのがあれだったから、夜はねもうちょっとバレてるというか、葵が帰ってきたのはもう情報みたいなのはもう多分広がってたから、映像に多分入ってたんだろうね。あの演出わかる、やばいよね、すごい。泣きじゃくり、泣いちゃいました。
ゆる公園から来た友達に葵ちゃんのこと言いたくて仕方なかったでもさ、なんかさ、ツイッターとかですね、なんか言ってる人とかいなかったの、戻ってきたみたいな。りょう、ありがとう、 I love you、 ありがとう、 I love you、 I love you。 葵歌うまい、本当に葵のね、なんか葵の歌声なんかさ、泣きそうになるんだよね、本当に。結構2周年コンサートのあの DJ アリスのコーナーって、イコノイジョイ 大感謝祭の時に歌った、カラオケ大会ニアジョイのした時ので結構メンバーが歌ってた曲が入ってたから嬉しかったよね。そう、来てくださった方は分かると思うんだけど、イコノイジョイ大感謝祭で結構前だよね。プロミスザスター、プロミスザスターはリコと歌ったのかな、確かリコと歌ったんだよね。ビッシュさんのプロミスザスターリコと歌ったけど、リコはそこには入ってなかった。そう、葵と歌ったビッシュさんの楽曲はオーケストラ アリスのあのあれでしょ、ラブライブね、好きだもんね。あ、怪盗少女、怪盗少女ってあれさ、誰が歌ってたっけ、みんなで歌ったか。マネキケちゃん君はずらい、全部君のせいかも、この世界はまるで地獄だね。確かにももクロさん来ると思わんよね。でも行くぜ怪盗少女は本当に大好きな曲、あの曲調すごいよね。わたかわフルーパーフルーツジッパー、私の一番可愛いところに気づいてる、そんな君が一番すごいすごいよ、すごすぎる。頑張って今日がたくさん撮ってくれたんだね。そうですね、感謝。あとね、たくさん感謝すぎる、ね、だから今までそんなにいろんなアイドルさんの楽曲をあのカバー、あんなにカバーしたの初めてだったので嬉しかったね。すごく新鮮だったし、あ、インフルエンサー、本当にインフルエンサーのダンスは難しかった。じゃんじゃん、テルル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 ル、もう本当に振り付けの時にみんなちょっと難しい、これやばいかもって言って苦戦した。
思いの片思い、思いの片思い恋してる、あの本当ね、インフルエンサー乃木坂さん本当にさらっとテレビとかね見た時踊ってだから、なんかそんなに難しいダンス振りっていうイメージ全くなかったんだけど、いややばいぞってなってやばいってなってみんなで、乃木坂さんマジすごい、わかる、すごいよ本当に。二人セゾンねやばかった、愛ちゃんと葵のちょっとあれは泣きそうになった、リハの時からもうね泣きそう。いや改めて二人セゾンの曲本当にあのなんか切ないんだよね、あの曲なんだろう、一番ダサいてる、そうにも名前があるなんて忘れてた、すごいな歌詞が。セゾンってなんだ、その後上着脱ぎしてるの大好き、あプロミスザスターでバンと投げ捨てる上着を、あそこもね何回も結構練習したな、上着をうまく脱げれるか、愛曲大好き、わかる。二人セゾン。右捨てトラブルとか起きそう、そうカメラマンさんの顔とかカメラにガンと行ったらやばいなと思いながらちょっとパッと投げた。セゾン季節って意味、あそっか、セゾンあまりにも生きてた。リチューションをふやかせる、今日の前髪サラッとしてるね、今日なんか前髪薄い、なんでだろうドヤ顔してないよ、なんだろう、なんか前髪薄くなるんだよねたまに、大人っぽさある、やった、なんかそう前髪ね重すぎるとねちょっとなんかあれだよね、でもアイドル前髪って結構重めが、まあ、重め好きだったりするんだけど、なんかこういう前髪もたまにはいいなって思うね、コントロールしてるわけじゃないんだ、いやできないって、そんな器用じゃない、コントロールどうやってすんのコントロール、むずコントロール、髪あげようか、十分もうねあのあるので逆にあげるよ、君は突然僕のイヤホン外した、てかイコラブさんの呪って呪ってがかっこよすぎてずっと聴いてる最近大好き、
ね、ダンスバージョンも公開されてかっこいい。ノロノロいいよね。なんだろう、あれは何系のかっこよさなんだろう。ちょっとなんかロック系、ロック系なのかな。かっこいい。一番いい女でしょ、歌って。やばいよ。あいがそんなね簡単に歌ってはいけない。一番いい女でしょって歌詞やばいよね。いや一番いい女でしょって言われたらさ、はい、なる。関ありがとう、星ありがとう。ド M にはたまらない曲だよね。ノロノロエスパさん、あー MV なんかブラックピンクさんもだっけ、ジョジョっぽくて歌詞好き。あいみジョジョ見たことないんだよね、ちょっと見てみたいんだけど。ジョジョ、ジョジョっぽいんだ、かっこいいねジョジョ。ジュジ今から見るとめっちゃ長い。アニメだよねジュジって、舞台もしてるよね。好き好き。おすすめの少女漫画、マジで少女漫画読まないんですよ。バンビありがとう。今日ひな祭りなのでキイちゃんのおひな様の頃の写真、お写真欲しいです。あキイちゃんね、赤ちゃんの頃のね写真ね、やっぱね赤ちゃんの頃ね可愛いんだよね。あのお目目もねまだね純粋でキュルキュルしたお目目をしてて、あのキイちゃん赤ちゃんの時は噛むのも噛むその強さも全然優しくて、今ねすっごい痛い。クマプありがとう、虹今も純粋なんだけど、なんかねあのなんだろうな、目もうね赤ちゃんだったんだよね、すごくかわいい。今日もねすごいねかわいかったな、ひーちゃん。鳥さんのひな様の頃のキュルキュルさ以上。それな、赤ちゃんってなんであんな可愛いんだろうね、動物とか人間もそうだし。
あゆみの11チェック90%。お、あれですか、あの相性診断みたいなやつ。おめでとうございます。じゃあ何か見れたかな。100%いけた。え、すごい。なぜいけたの。すごい、あれ6時しかいかないんですけど、まだまだだね。かわいい、おひなさまと、なんだっけ、男の方ね、ありがとう。もうちょっと悩みのことをね知らないと難しいかも。あゆみっぽい語尾探してたら来た。すごすごすぎる。メイクのポイントだけ絶対分かった。え、すごい。まあね、よくこのあゆみのことを、まあ、知ってくださってる方は分かるか。全くやってないけど心の中は 100% だと信じてる。やって、ちゃんとやってくださいライブ見逃し配信見てるよ、最高です。わー、ありがとう、たくさん見てね。みんなも見たかな。パズルガチで頑張って、ありがとう、いっぱいしてくれて。そう、パズルね、ありがとうしてくれて本当に感謝しかない。行かないじゃん、パズル。パズル本当、え、待って、1位じゃん、すごっ。え、サインにゃんだよね、ありがとう、サイタン、すごい、すごいよ。え、ありがとうしてくださってる方、ありがとうございます。パズルハマってくれてるやん、ありがとう。起きたらとりあえずパズル開いてる。マジ嬉しい、めっちゃ嬉しい。時計の音すごい、ソーリー。あ、下打ちじゃないよ、ちっちを真似しようとした下打ちした人みたいになっちゃったよ。ありがとう。この一枚パズル、みんなもできる時やったらしてくれたら嬉しいな。チクタクチクタク、花だけ日が雲にこの回る、鮮やかでしょチクタクチクタク、取り裂く不思議なショーが始まるのかな、魔法みたいな世界。あ、ありがとう、ミラーボール席ありがとう、りょうボンボン、あかりありがとう。頭おかしくないですよ、パズルで。チェキ欲しい。え、チェキもらえる？え、パズルね、もうずっとねしてくれてるんで、ありがとう。もうパズルね楽しいよね。でもハマったらさ、もう抜け出せないってぐらい本当に楽しい。パズルはこの10パズル。
ニュージャイねえ、うまいうまいよね、歌うまい、みんなうまい、どんどんうまくなっていくし。りんたろありがとう、ありがとうございます。全消し、全消しむずい。チェキが1名もらえるらしいから、チェキがもらえるんですって。この以上1位になったらもらえるってこと？チェキ1位の人がもらえますか？もらえなかったらやだやだ、それはそうね、めっちゃ1位ってねすごいことだから。チェキ1人だけ、あ、ランダム？ランダムなんだ、悲しいね。あれ抽選だった気がする。チェキはポイントで抽選らしい。ポイントで抽選？ 100 ポイントで一口分だから効率が上がる、1位の方が効率が上がるってこと。1名狭きもん、確かに。ランダムプンスコプンスコだよ、プンスコ祭りだよ。1名ってねあれだね、限られるね。3名も結構限られ、ありがとう。おひなさまだ、おひなさまだわ、ありがとう。1位ありがとう。イコノイジョイパズルずっとずっとねたくさんしてくれてありがとう。1位ってほんとすごいよ、1位だよ、ありがとね。でも頭おかしくなりそうって言ってたからたまには休憩挟みながらねやってね。初めて全消しに書いてきました。いやプロだな、クレセージすごい、ありがとう、たくさんしてくれて。今回のカードの好きが強い。今ガチャで引けるやつがあって2位の人が迫ってきてて暴れてる。あちょジャッキー・チェンじゃん、あちょみんなたくさんやってくれてるのね。2位の人何やってんだ、西村って人だけど誰誰ですかね、西村。なんかそういうセリフあったっけ、なんかで。あちょ、西村何やってんだ。え、クレヨンしんちゃんとかでなんかそういうのあったっけ。西村俺の敵大丈夫、差が全然開いてるから。
いや西村もやってくれ。え西え怖っ。西村、西村って人ではなくてに西村って人に向けて言ってるよね多分その人は。え怖すぎ。なんかいきなり倒れてね、ちょっと怖かった。ひろゆきさん思った一瞬。ひろゆきさんひろゆきさんに向けて西村。そうカチカチっていうの時計です。舌打ちしてないよ。ちょっとやめてよ。違う違う。時計の音真似したの。そんな舌打ちする人いる？逆に。昔小学生、小学校の頃にめっちゃねすごい分かりやすく舌打ちする子がいたクラスに。なんかそれもなんかあの口でさ鳴らすじゃん、チーみたいな。それを普通にチって言ってたもんその子、チェみたいな。そういう子がいましたね。今何してるんだろう。そう、しゃべる感じでチッって言う人いた。チッってでも顔もちゃんとね半分はみたいな顔してチッって。かわいいよね子供だから。かわいいよね。舌打ち漫画の読みつけ。ねやっぱかっこつけたいお年頃だよね、小学生とか。覚えたてのち覚えたての言葉とか使いたいからさ。まああゆみ今でもそうなんだけど、あゆみもねまだね精神年齢ね小学生くらいなんで。タップタップ、ありがとう、すごい見てすごい、おひな様がたくさん、ありがとうタップタワー、ありがとう、いつもありがとう、たくさんショールーム来てくれて。ひな祭りタワーわしゅわしゅい、おとといで28になった。アラサー限界オタクですがより本気で歩みをしていく。おー本気で、やった、おめでとうございます。28歳、おめでとうございます。いつもねタップのことタップブーって言っちゃって点点つけて読んじゃうことがあるのでごめんね。タップありがとう、タワーありがとうございます、めっちゃ嬉しい。ひな祭り忘れてた、あゆみ忘れてた、ありがとう。ひな祭りです今日は、たくさん押してください、ずっとずっと。
ずっと押してね。約束。ちなみに小学校からのあだ名だよ。なんでタップーなの？タップー。ひな祭りって何するん？何する？おひな様はずっと飾ったままだとお嫁いけないっていうのね。なんかね、言うよね。なぜ？ひな祭りのアイドルソングってなんかある？なくない？おひな様。ひな祭り。ひな祭り。忘れてた、もう忘れてた、もうひな祭りのこと。忘れないで。一年中がひな祭り。トリアクがひな写真まみれになる幸せの日。ね、鳥さん界隈がやっぱ赤ちゃん可愛いよね。天使、本当に天使。ミニモニ、ミニモニ、ミニモイ。ミニモイ。ミニモニってあれ、なんかさ、あれじゃない？ちっちゃい生き物の集まりみたいな。違う、待って、全く違うわ。全然違うの言ってた、全然違うこと言ってた、忘れて。ジェネレーションギャップだ。モムさん、ベイビーベイビーベイビーシャウビーラブ。なんだっけ、ミニモニだっけな、なんだっけ、アミが言おうとしたのって。お話し会支払い今日まで。バシンシバンバン笑います、ブブー。待って、今日まで。今日まで？ミニモイ？
あ、待って、あゆみが言ってんのミニモイだ。ミニモイの。あ、あれだ。あゆみが言ってんのは全然違うことですね。アーサーとミニモイの不思議な国っていう映画のことを言ってました。知ってる？これ誰か全然違う。アーサーとミニモイの不思議な国、これ大好きなんだよね。知らない。あらら、ミニモイですね。ミニモイ、ゾウのやつ違う。ゾウ映画でした。ゾウ逆になんだ。ゾウは知らなかった。洋画ですね。ファンタジー層映画みたいな。ファンタジー映画、ミニモイ族。その頃から映画好きだったです。そうそうそう。てかお家に、そう、結構ね、あの家族もね、映画好きだから。じゃあではそろそろランキング読もうかな。今日もね、たくさんお話できてよかった。いろんなね、昨日はショールーム、昨日したよね、ショールーム。2日連続でショールームができて嬉しかったです。そうだね、ライブのイコノイさんのこと、そこまでまだ話せてないけど、もう本当に最高で、もうたくさん刺激をねいただいた昨日と今日でしたね。2日間、めちゃめちゃ勉強になりました。仕事終わり、かわいい見た目で幸せ、チュチュ。ありがとう。じゃあランキング読みます。13位、ヒカルン。12位、ナミ。11位、味付けのリヒト。10位、のどか。9位、ハチビ。8位、りょう。7位、りん、変わった。もう一回最初から読むね。13位ヒカル、12位ナミ、11位味付けのリヒト、10位のどか、9位ハチビ、8位イオリ、7位リョウ、6位バンビ、5位クマプー、4位歩みの奇跡セッキー、3位レグルス、2位サイタン、1位はトゥルルルルちゃんタップ。ありがとう。パチパチの音、ありがとう。みんなありがとうございます。お疲れ様、ゆっくり休んで、ありがとう、楽しかった。たくさん
さんお話ができて楽しかった。たくさんねコメントギフトありがとう。ショールームのフォローもよろしくお願いします。あとツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあみんなたくさんねお話ししてくれてありがとう。今日も大好き。シャーシャー、あやぽみ、明日から月曜よえー、まあ頑張ろうねみんなね、お仕事とか学校とかいろんな予定ね、頑張ろうね。そんなこと言わないんで、言わんといて月曜明日から一日頑張っていくぞ。おーじゃあねー、おやぽみー、グッドナイト、バイオバイオ、おやぽみー、いい夢見てねー。